新聞をこう見ると、自殺自殺っていう字がこう非常に多く出てた時期があったんですよね。友達たちがね、取り組んだんだよね。自殺したんだよ、僕の友人がね。本当に近くの老夫婦が、無理心中。大変な人に直接向き合うっていうのはやっぱり怖い。自分たちができることって何だろうって考えたら、人の輪を作っていくこと、関係性をつないでいくこと。平凡な人間が懸命に頑張ることによって、一人の人間が一人の人間を救うことによって、また次の人間がね、次の人間を救うことによってね、全体にはボリュームになりますよね。悲しい話がほとんどでしょ。でここからね、息子がこう見えるの、こう原点を忘れないために息子とこう向き合って、息子と一緒にこう電話を受けてるって気持ちで、今の国から生活できないのです。優しさだけでは足りない状況になってきたからなってわけなんです。雑問題から正直言ってね、非常に難しい。難しいけども、やらなければいけないんです。人人滅亡の戦いなんです。希望のシグナルです。シグナルをどう点灯するかですよ。うん。いや、すごいなって、青いシグナルをね、いっぱい出すためには否定することじゃないですよね。